できないこともあるから、まあ、そこは察して、うん、察してよ、うん、そう、結論欲しいで、俺カップラーメン、そうそうそう、俺がね、今おすすめのカップラーメンがこのね、味噌バター、これ100円ローソンで俺買ったんだけどさ、日清のね、あ、じゃあエースコックのこの担々麺が一番いいんだけど、このね、飲み干せるスープがめちゃくちゃうまいんだけど、これおすすめなんだけど、この担々麺と味噌バターぜひ食べてもらいたいけど、これさえ食えない、うん、ガス代がないからお湯を沸かすことができない、で、あのケトルとかそういうのもないからお湯を沸かせない、そしてそうすると100円ローソンとかでお湯入れて持ってくるっていう、やだもん俺、絶対恥ずかしい、あんな、うん、ケトル誰か買ってくれマジで。今小さいあの冷蔵庫、要はワンドアのあのラボとかに置いてあるあんじゃん、あのそれとケトル欲しいもん今、この二つ、光熱費も自腹、うん、電子レンジないな、うん、参ったよ、ケトル欲しい、あれ3軒くらいスーパー行ったけどなかった、誰かゲトル、アマゾンの欲しいものレス入れたら買ってくれる誰か、ずずしい、ね、どこにかさ、ね、俺がさ、な、犯罪を犯したら誰か被害者出る可能性もあるじゃん、可能性も、まあ被害者が出ない、ね、犯罪もあるけど、ね、まあ俺がね、前、あの今回出てくる時被害者出てないからあれだけど、もうさ、ちょっと配信はやるけど、あの普通に生活させてくれよもう刑務所とかも勘弁してくれ、自分に言ったんだけど、うん、ケトルプレゼントするために訪問だからダメだっつうの、ダメなんだよ、入っていけないんだよ、うん、そうそう、まあそこはちょっと理解してよ、ケトル、まあそれ俺さ、もう今本当に少しずつ借金返してんの、本当に、あのこの6ヶ月間特にね、その1月2月、ね、今年の1月2月に、まあみんなね、いろいろ俺のこと心配してくれて、まあいろんなコメントがあったんだけど、そう、まあ最終的にさ、家借りられない状態でさ、じゃあどうするかって言ったら、まあとりあえず借金返すしかないじゃん、その今までの賃貸の借金やらそういうもの、うん、だから、まずそれやって、まあ、やっていくしかないなって。うん、そうそう。返済、だもう、家借りるのはもうさ、もう、一番の家最後、やる。まあ、それを返納してから、うん。賃貸の借金は自己破産。でもそれ以外にも俺、民事のお金があるから。な、自分で買えばかか、たかが、うん、たかが4000円で買える、いやいや、俺その4000結構貴重だ、俺、まあ、大金だよ、俺にとっては。俺の食事代を抜いたらだよ、俺4000、ね、食事代は、食事とかタバコとか飲み物は別として、それは毎日この買うものじゃん。それ以外のものに関しては、正直4000超高いよ、マジで。4000貴重だよ、俺、マジ冗談抜きで。うん、だってそれ返済回せるもん、4000円でプラスでは6000円ぐらい入って合計6000、1万円でしょ、1万円でも返済に回すもん、4000円ではあの何、あの返済はできないけど、1万円から返済してる、マジで、うん、4000円高いならタバコやめろや。でも今タバコさ、リスナーさんがくれたりとかしてるの吸ってる、自分で買ってない、うん、いやマジ本当にもうすぐ木更津のな、千葉県の木更津に住んでた時のあの UR じゃないな、あれな、 UR みたいな場所があるんだよ、そこに住んでたんだけど、そこの返済が終わる、もうすぐで、そしたら次はまあ民事払おうかなと思ってる、民事裁判で僕負けてるね、あ部分があるんで、
金利、だから、それ言えないのは、ね、言えなかったのは、簡単に言うと、連絡して、交渉したんだよ、いろいろと。交渉の上で、ね、結局、元の、その滞納の金額あるでしょ。で、プラス、その金利の部分を、まあ、安くしてもらったから、まあ、安くしてもらったって言い方が正しいかわかんないけど、まあ、本当の請求額よりは、まあ、低いから、そうそうそう。だから地道にさ、ね、少しずつ支払ってさ。で、まあ、誕生日月とか入ってきたじゃん。だから、そういうので。まあ、誕生日月だけどな。今更マジ、マジぶっても、何、先が見えてる。でもまあ、ね、死ねないからさ、俺は。死ねないから、ね、死ぬ勇気ないので、まあ、生きていくしかないじゃん、どうにか。朝のモンジョル箱でお前の名前が出てた、モンジョルさんが出したんだ。そうそう。まあ、少しさ、どうにかさ、一人の男をさ、な、皆さんね、もうまあ、ここ未成年の方は多分放送を見てないだろうから、一人の男をどうにか更生させてくださいよ。よろしくお願いします、本当に。マジで。